皆さんこんにちは、ゆとまみやです。今日は12月のさそり座さんの運勢について見ていきたいと思います。12月のさそり座さんの運勢はこんな感じになります。オンとオフをきっちりとと出てます。仕事は仕事、プライベートはプライベートとしっかり分けるようにしてみてください。なんか選択に迷うことが出てきそうです。で、12月はこれって決めずにじっくり考えてみてください。多分すぐに答えは出ないし、悩むようなことが出てきそうなんですけど、とにかくじっくり考えてみること、少しお試しすることで見えることもありそうです。でも12月は決めずに考えてみてください。そうすることによって1月になると自然と答えが出てきそうです。それは直感的にこっちだなっていうのが分かったりするようです。で、学ぶことが多そうです。何か人だったり物だったり、あと本とか映画とか、まあ、何でもそうなんですけど、いろんなものから刺激を受けて学んだりとか、あとは知識を得たりとか、とにかくたくさん学ぶことがあるみたいで、抱えきれないぐらいの情報を得られそうです。で、それをそのままにするのではなく、インプットかアウトプットで自分の中に留めるだけじゃなくて、周りにどんどん発信していったり伝えるようにしていってください。そうすることによって周りに味方が増えるっていうのと、あと自分のためにもなって戻ってくる、自分の身にもなるから、アウトプットすることをおすすめします。距離を置く方が良いです。無理に話す必要はないし、まあ、挨拶程度ね、まあ、常識的な範囲で話すのは必要かもしれないですけど、無理に苦手な人と関わる必要もないし、そんな構ってる暇もないから、距離を置いてみてください。そうじゃないと運が停滞してしまうので、運気アップのためにも苦手な人から距離を置いてみてください。で、衝動買いと無駄な出費っていうのが出てまして、もう多分ストレスから来る衝動買いになると思うんですけど、衝動買いしたりとか、それが無駄な出費につながってしまいそうです。よくよく考えてすぐに買うのじゃなくて、ちょっと1日置いてからもう一回考えて、買うかどうか、必要かどうかで買うようにしてみてください。で、ラッキーカラーは紫色です。何か選択に困った時とか、勝負事の時に紫色を選択すると、その紫色がカラーを貸してくれたり、運気を高めてくれたりするので、